それぞれが独立してこの数年やってきた結果、どんどんこう合流しにくくなってるだろうなというふうには思います。ただまあそういうことがあったとしても最後選挙のためだったらいいやっていうことは確かに可能性としてゼロではない。なるほど。結局そうなるとね、立憲民主党がどこで腹くくるか、なるほど、という話なんじゃないかなと僕は思っていて、結局ね2つの道しかないんですよ。どんだけ批判されてももう共産党と組んで、さあ始まりました選挙 .com チャンネル。私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日のゲストは選挙プランナーの松田薫さんです。松田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。松田さんお久しぶりですね。最近久しぶり、あれ年内入ってから出てなかったっけ。多分そうですね。あ、そっか、はい、年末年始にいっぱい出たんで。そうですたくさん撮りました、ね、久しぶり。いやもう2月早いよね。いや結構お忙しかったんじゃないですか選挙で。そうだね、選挙もあるしやっぱり震災のね、関係とかもいろいろありましてね、いやなんか大変な1年だなと思いながら、まあ、国会の方でもね、そうですね、いろんな話出てますけど、今年まだまだいっぱい日程ありますから政治日程。いやー、はい、もう選挙もあるしね。松田さんぜひもっとどんどん出てくださいお忙しいと思いますけど。俺出てもそんなチャンネル再生数もあるから。いやいやそんなことないですよよろしくお願いします。呼ばれれば出ます、はい、はい、ありがとうございます。ということで本日のテーマいきましょう。本日のテーマはこちらです、はい、立憲民主党、国民民主党、2つの民主党の展望は、ということで、先日から立憲民主党と国民民主党の動きが注目を集めています。今回は松田さんにですねこの2つの民主党の今後についてお伺いしていきたいと思います。まずはこちらのスライドをご覧ください。国民民主党トリガー協議から離脱を表明ということで、自民公明国民民主による3党協議から離脱することを、玉木代表が表明されました。まあ、予算委員会で、条項の発動を迫りましたけれども首相明言を避けたということで、玉木さん明確な回答が得られず残念として離脱の意向を明らかにしました。松田さんこの今回のこの、まあ、やり取り一連の流れどうご覧になってますか。そうですね、やっぱり国民民主党といえば、やはり、ね、やっぱり予算に賛成したっていうのが、昨年大きな話題になりましたよね。まあ、対決より解決という姿勢をずっとこう玉木代表になられてからねおっしゃっている中で、まあその解決を目指していく一つの旗頭としてこのトリガー条項というのをずっと言ってきたわけですけども、そこの協議がなかなかうまくいかなかったと。これもねさまざま政策論の話なので、当然トリガー条項に対するそのデメリットをねやっぱりこう懸念する声というものはありますので、まあ、何がこう政策的に正しいのかっていうことはすごく難しいんですが、まあ協議がまあまとまらなかったというところで一つもう区切りをつけられたっていうことですよね。なんか個人的なその協議がうまくいかなかった理由が、まあ、その政策論ももちろんあるかもしれないですけども、それ以上にやっぱり今起きてる自民党のこの政治資金の問題が一番大きいのかなと。で確か玉木さんがねやっぱりカウンターパートだった萩生田さんがやっぱお立場をこう外れられて、そこもやっぱ大きいのかなと思ってるんですけど、やっぱり松田さんもその影響は大きいと見てらっしゃるか。いや大きいですよね、やっぱり安倍派に端を発するこの政治資金パーティーの、はい、まあ、裏金と言われるようなね、政治資金規正法違反に関してやはり当然国民民主党からしても強い言葉でこう非難をして批判をしていくことになりますし、改正等に含む関してもねいろいろやっていかなきゃいけない中で、やっぱりこれまでの協議をやってきたカウンターパートがいなくなったらすごく大きいんですよね。政治家同士ってこう回数を重ねて、ある程度こうお互い信頼関係を築きながら、ある種こう落としどころっていうものをこう探っていくっていう中で、まあ、そういう点も影響したと思いますね。なるほど。今回国民民主党がこの協議から離脱をされてっていう動きは、こう自公にとってやっぱり一つ痛いんですか、あるいはまあまあしょうがねえなぐらいの温度感なんですか、どうなんですかね、その辺。そうですね、そこは、まあ、私もそのあたりのこう感触取材をできたわけではないので、予想になりますけど、はい、まあ、国民がここの協議が離脱するっていうことよりも、今はもうこの政治資金の問題と、で頭がいっぱい、いろいろ多分そっちの方が今大きくてですね確かに、まあ、ただやっぱり自民党からすれば次の総選挙っていうものを考えた時に、はい、国民民主党の立ち回りっていうのはすごく大きいわけですよね。今日のテーマにもありますけど、立憲民主党との関係もそうですし、やっぱり小選挙区の戦い方で、国民民主党がいろいろ候補者を立てる、そこに立憲民主党も候補者を立てるっていわゆるこう票が割れる状況になるかどうかっていうのは、
当然自民党からしたら非常に大きいですからね。そうですね。うん、もう一つ、まあ、この国民民主党にとって今回 の, その離脱っていうのは例えばその党の支持率とか何かこう影響があったりしますかね。やっぱりこう玉木さんがね、うん、こうそれだけ代表として強く進めてこられた、はい、特にこの予算に賛成するということに関してはその党内でやはり考え方の違いというものをどうしても表面化させてしまったというような面もありまして、うんうん、国民民主党からすると昨年、うん、前原誠司さんが離党をされたというところもダメージでしたし、うん、まあ、その上で今回やっぱこのトリガー条項も結局結果としてまあ、うまくいかなかったという部分に関してやはり代表の責任を問う声というものも当然ありますし、まあそういうねチャレンジをされたということも評価されるべきだとは思うんですが、どうしても政治の世界では一つ代表の責任という問題にはまあなってしまいますよね。そうですね、まあ、それも、まあ、経緯から言うとやっぱりちょっとご自身ではコントロールできないこうなんていうか問題がこう起きて、それの影響っていうのはやっぱりあったからなかなかやっぱり難しいなと思いました。はい、はい、そして、次のスライドを紹介したいと思います。ここから本題ですね。国民民主党玉木代表、立憲と政権を担う可能性には否定的ということで、立憲民主党の泉代表からトリガー条項を巡りですね、玉木さんと今週中に会談することを明らかにしたということで、報道出てたんですけども、これつい数時間前に2時間前ですかね、まあ、ちょっと協議が一旦見送りということになりました。ただ今回の一件でやっぱりこの立憲民主党と国民民主党との距離感がちょっとこれまでとは変わってくるんじゃないかというやっぱり見方が出てますけども、松田さんこの点はどうですかね。両党の距離感、やっぱりトリガー条項を一旦協議離脱した国民民主党が離脱したことによってやっぱり変わってきますかね。どうですかね。僕はあんまり変わらないんじゃないかなっていうのが、そうですか、はいはい、やっぱり玉木代表も繰り返しおっしゃってますし、うん、このスライドにもありますけど、うん、立憲と政権を担う可能性に関して、うん、まあ、否定的であると、うんうん、やはり外交安全保障に関する、うん、まあ、考え方、うん、またその共産党との距離感といったものを考えたときに、うん、まあ、部分的にですねパーシャルで、うん、トリガー条項に関してはやはりその解決策を示していくというために、うんうん、今度は立憲民主党と組んでそれを進めていこうとするという動きはもちろんあると思います。これは、うん、あの国民民主党からしても矛盾をしないわけですよね、うんうん、ただ現実的な安全保障ですとか、うん、その政権に対しての対峙の仕方も、うん、まあ、批判一辺倒ではない、うん、まあ、対決より解決とおっしゃってるわけですから、うん、そういうスタンスの違いっていうものを理由に一緒にはできないっていうことを、まあ、繰り返しおっしゃっているわけですね、うん、そうですね。でそこが崩れてしまうと、うん、国民民主党を支持する方からすると、うん、要は別に立憲でいいじゃんっていうふうになってしまうので、うんうん、国民民主党は確かに政党の支持率というのは少ないですけれども、うん、やはり過去の国政選挙、まあ、参院選等を見てもですね、はい、やっぱ一定全国でもちろんこう労働組合の支持もあった上ですけれども、うん、ネット上で一定のこう人気を得ているっていうことも含めて、うん、やっぱりそういった姿勢を昇華して国民民主党を支持している方からすると、うん、はい、ここでですねやっぱり立憲と組むってなると、うん、まあ、そういう、こうせっかくここ数年間で集めてきたですね、うん、コアな国民民主党のファン、まあ、支持者を失ってしまうリスクっていうのはすごく大きいわけですよね、うんうん、でまあまああといろいろ記事にもなってましたけど、この岡田幹事長の発言がね、この考え方を改めて野党がまとまっていくべきと思うんだったら、まあ懐深く対応したいっていう、はい、懐深く対応したいっていう言葉が、まあ、やっぱりねこれ民主党時代の流れだと思うんですけど、やっぱその奇数であったりとか、その時のこうお立場みたいなものを、まあ、やっぱりこう引きずってるなっていう感じはしますよね。そこがやっぱり国民民主党の、まあ、議員の方もそうですし、支持者の方からすると、いやなんでそういうスタンスなんだっていうやっぱりもうね、まあ、自分で懐深く対応したいっていうのはちょっとどうかなと思いますよね。その確かに その岡田幹事長の対応を、いや懐の深い対応だなって第三者が言うなら分かるんですけど、自分で懐深く対応したいって言っちゃうのが岡田さん強いなと思いましたけ ど, ど当然玉木代表からすると反発をします。まあそうですよね、まあ、ただこのじゃあ立憲と国民がもう一回大きな塊になるっていうのは、まあ現時点ではもう全く可能性は僕は低いと思いますけども、選挙に応じてやはり候補者調整をしてしっかり力を合わせていくっていうことは当然あり得ますし、まあこの場合やっぱり連合の存在ですよね。で吉野会長が島根一区の補選に関してやはり、まあ、連合推薦でね勝ちに行くと、まあ、そこは立憲と国民の一つ協力してやっていくモデルになればというようなことも発言されてたという報道ありましたけども、
ぱりそういうポイントポイントでやっぱ今までよりもこう立憲民主党と同じ候補を支援するというような流れになってもおかしくはないと思うんですけどね。その、まあ、政党同士が合流するっていうのはかなり飛躍した話ですけど、はい、その前にもいろんなこのやり方はあるわけですよね。その政策一致して国会に協力するのもあれば選挙で協力するのもあるんで、まあ、その辺のそのなんていうか0100じゃないこう幅の中でもしかしたら可能性が出てくるかもしれないということですね。まあ、ここはねやっぱり国民民主党のスタンス、僕はすごくあの敬意を持ってますけど、いわゆるゼゼヒヒというね、この政治専門用語、ゼダルはゼヒダルは、確かに政治専門用語、ゼゼヒヒって本当僕もこの仕事するまであんま聞いたことなかったですけど、みんなよくねゼゼヒヒって言いますけど、まあいいものはいい、悪いものは悪いというスタンスで、じゃあトリガー条項に関してはこれを進めるために立憲民主党を組みますよ、うん、で場合によってはそのこれを進めるための手段として自民とも公明とも組みますよというような、こう政策実現に応じて組む相手を変えるというような動きを多分施行されていると思うんですけど、それはあのすごく一つ筋が通っていて素晴らしいなという評価をされる方もいれば、一方で分かりにくいって言われちゃうんですよね。どうしてもこう政治ってこう友敵関係、その敵か味方かという関係性の中で論じられやすいので、そういう中で国民民主党の挑戦、過去にもですね、やっぱりあの民社党とかいろいろそういった是々非々をやろうとしてあまり支持が伸びずうまくいかなかったケースがある中で、そういう意味ではもう国民民主もできて何年ですか、6年5年もう長いですよ ね、 ね、その立憲民主党もそうですけども、まあ、あの政党的にはね、一旦こうリセットしてみたいなこともありましたが、やっぱりこう党名を変えずにあのお互いの政党がやっぱりやってきてますので、そこをまたこう選挙前にこう一緒になるとかっていう話は、まあ、ちょっと難しいんじゃないかなと思いますよね。松田さん の、ね、あの見方というか姿勢は一貫されてますね。なんか以前もこの話になった時もいや合流は無理でしょって結構はっきりおっしゃってましたもんね。まあやっぱ合流できたんだったら、あの一回ね、要はそれこそ泉健太さんとかがこう立憲に移ってっていう風になった時に大きなこう立憲民主党になればよかったわけですよね。でもそこをそこで合併せずに合流せずに別々の道を歩んで、そこからもう数年、でその中でやっぱりやってこられたと自負もありますし、そういった中で支持者がいるというふうになってくると、国民民主党としても組みづらいし、だから立憲民主党の支持者の方々からしても、やはり国民民主党のこれまでの、例えば昨年予算に賛成したということも含めて、当然国民民主党は組めないと思っている支持者の方もたくさんいらっしゃるわけですよね。だから双方にとってそれぞれが独立してこの数年やってきた結果、どんどんこう合流しにくくなってるだろうなというふうには思います。ただまあそういうことがあったとしても最後選挙のためだったらいいやっていうことは確かに可能性としてゼロではないんですけ ど、 ただまあ低いと思いますけど ね、 ですね。まあなんか割とやっぱこういう報道とかいろんなこうメッセージとかって合流したい側させたい側がこうなんか出してる印象があって、そうです、ね、その国民民主側からあんまり聞こえてこないなと。やっぱりこれ野党が大きな塊になるべき論っていうのは、確かに日本の選挙制度を考えればそうするべきというか、まあいわゆる二大政党制を施行する考えで言えば当然そうなんですけども、まあ、二大政党制がやっぱそもそも制度的に難しいんでね、このなんか今ね、それこそ日本における基本的な政策、安全保障とか憲法とかエネルギーとかっていうところでこの野党がこう分かれ、基本的な政策で分かれているっていう状況で二大政党制って現実的に結構なんか無理があるんじゃないかなって、ちょっとだから私もそこはなんか今の仕組みの中では難しさを感じますね。まあ、そういう意味ではやっぱりね、共産党の存在なわけですよね。この確かな野党、共産党に対してこうどうしてもこう歴史的にアレルギーが強い連合ですよね。これやっぱ労働運動の考え方がそもそも違うと、資本主義前提なのか共産主義なのかっていうところで、まあ相入れない歴史を歩んできたので、連合の吉野会長もたびたび言ってますけど、その共産党とね組むのはまかりならぬっていうところは、これはまあ譲れないわけですよね。で国民民主党も基本的にはやっぱそういう考えに、当然これ現実的な安全保障っていう文言が出てくると、どうしても共産党との関係性というのは難しくなってくるという中で、当然共産党側もかなり歩み寄ってると思います。そのいろんな政策等に関してもメッセージに関してもですね、共産党がすごく歩み寄ってるなというふうに見える面もあるんですが、結局そうなるとね、立憲民主党がどこで腹くくるか
なるほど。という話なんじゃないかなと僕は思っていて、結局ね2つの道しかないんですよ。ほうほうほう。だからどんだけ批判されて もう共産党と組んで、うん、自公に対して立憲と共産っていう形で、うん、これはね、よくなんか北先生が言っている2ブロック制というね、うん、この比例代表の復活も含めての議席数が一定安定するので、もう立憲と共産で組んでもとにかくここの塊で、うん、自公に対抗する一つの塊にしますと、うん、でその間で他のこう野党がもう組めなくてもしょうがないっていう、うん、割り切る、うん、か、うん、もう共産党とは絶対に組みませんという一線を引いて、うん、立憲維新国民も含めた非共産非自民の塊を作るか、うんうん、もうどっちかしかないと思う。なるほど。でそれをねどっちも選べないでグダグダしてる、グダグダしてるというと失礼だな、ごめんなさい、ねどっちもなかなかこれ難しいわけですよ、選べないわけですよ、うんうん、難しいで、ね、で目の前の選挙を考えれば共産党との選挙区調整や選挙協力がないと勝てないっていうものがあるんですけど、それをやっている限り大きな塊はできない、うん、からどこかで腹をくくってじゃあ5年10年というスパンで考えても非共産に振り切るのか、うん、まあ、むしろ共産党としっかり組んで、しっかり組んでいく中で共産党に対してもこう働きかけて、うん、ある程度こうお互いにですね調整をしていきながら安全保障とかそういった面に関しても、うん、まあ、歩み寄ってお互いに歩み寄るみたいな組み方をしていくのか、うんうん、どっちかしかない。今のお話踏まえるとですよ、むしろ立憲民主党の分党が必要なんじゃないですか。いやいや、これちょっと私がこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけども、その結局これが定まらないのってやっぱり立憲民主党の中でもウイングが広いわけじゃないですか。そうですね。でだからやっぱここの中でのやっぱりまず整理をしてっていうのはないんですかね。うん、難しい。それはそれがやっぱりできないでしょうね、うん、結局この立憲民主党っていう政党も、うん、どうしても、まあ、言い方失礼になるかもしれませんが現実として選挙互助会的な、ね、面っていうのはまああるわけですよ、まあ、全ての政党がもちろんあります、うん、その選挙互助会的な、そうですね、自民党もそうですからね、それは、はい、ただやっぱり政党の歴史的に言うと自民公明共産っていうのは、うん、やはりもう長い歴史がある中で、うん、選挙だけではないもちろん政策とかいろんな機能も含めてあるんですけれども、やっぱりこうどうしても旧民主党系っていうのは選挙の際の離合集散であったり党名変更っていうのを繰り返してきてしまったので、うん、まあ、返す返すもねやっぱり民主党がなくなったっていうのはでかいと思うんですよね。僕はだからあれやっぱなくすべきじゃなかったし名前変えるべきじゃなかったと未だに思いますけどね。あそこで民進党とかしたら大失敗だったんじゃないですか。いやと思いますけど、まあ、言ってもしょうがないね。いやいや、もう話は尽きないです。まあ、ただ話は尽きないんですけど、まあやっぱりここはやっぱりその野党を第一党の今議席を持っていて、うん、当然2009年からの、まあ、経緯それを知っている、うん、それこそ岡田幹事長をはじめね、うんうんうん、そういう国の要職にも疲れてきた方々がいる立憲民主党の本当は責任として、うん、どっちかにも腹くくるしかないんじゃないかと思うんですけど、ね、そうしない限りずっとこうグダグダ合流するのかしないのかって言いながら、うん、それはしませんよね。で選挙たびになんかちょっとパーシャルでくっついたりくっつかなったりっていうことを、うん、まあ、繰り返していって結果的に自民党自公政権が続くとみたいなことになりそうだなと思います、うん、ありがとうございます、はい。ちょっと明日の回でですね、はい、今度補選とか総選挙にどう影響するかっていうのもお伺いしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いします、はい、皆さんぜひ、高評価チャンネル登録そしてコメントの方もお寄せいただければと思います。本日もありがとうございました。ありがとうございました。ここは不先輩でも良いのではないかという声もあれば、自民党長崎県連内ではもう当然その主戦論で、いやそれは候補者として戦うべきだという声もあるということで、ここも方針決まってないんですが、まあでも長崎3区は不先輩になるんじゃないかな。なるほど。これはねやっぱりなりふり構わない強さっていう。なるほど。まあ、もちろんなりふり構わなすぎて買収しちゃった柿澤さんはちょっとダメなんですけど、これは絶対ダメなんですけど急に面白い話になってきましたね。これダメ絶対なんですけど、ルールの範囲内